さあ今回のスローンホールはついにやってきました。最後のマップでナイドアップと、さあここでミューテーター、体験かつヘビーは嫌なので、槍かつファルコン神かつ、あでもないな、なしってなるとこれか。体験かつこのヘビがね、敵を落とすゴールド少なくなるっていうので、まあ大群で来るからそれの落とすゴールド量が減るっていうのはかなり痛いので、個人的にそれなら敵を強くしてほしいなと思ってるやつ。スタートのお金少ないな、前のマップ多いですからね。最初なんとかなるんじゃないかな。ここの港がね、一番重要か。いやでも、家にするか。確率な収入にしよう。港は時間かかるから、急がんでも。体験は敵をまとめて。こういう感じ。で、よし。あとは任せたよと。初日はこれでいいんですけど、さあお金がね、もうこの小さな敵結構落としてるんですよね、こうやって考えると。これは塔がないともう終わる気がするんで、行くか。こいつ体験でうまく倒せんかな、ちょっと。火力がもう少しあればって感じね。ガラスの大砲ね。よし。今のようなギリギリ死なない程度で集めてっていうスタイルで、お金が。敵落としたのは2なんだね、今ね。で、ここはね、塔があった方がと思っちゃうけど。まあ、4なんで多分こっちの塔ね、届くんじゃないかなと。期待して。これ港、あるいは金を取りに行っても面白いんじゃないかなと。ただ、金は強化後だね。段階的に遠くに行くからそうか。港と家が一番いいね、じゃあ。で、この問題はこの拠点の強化が接触遅れるから、それがね、破滅に向かわしてくると。ターゲットを取るくらいだな、ここは。で、いや、港が明らか狙われている。届かなかった。この剣が。あんま火力はないですね。間に合うか？すぐ出て倒せれば。よし、死んでもいいから、ここは。王は二度死ぬ。あ、ギリギリ破壊されそう。うわ、まあね、初日はお金生まないから、船がないので一日遅れるでしょう。強化ユニット、あ、ユニット、あ、でも4か。これ最初置くのも良かったですね。もう手を置くしかないね。狩人たち。まあ、出るしかないか。よし。一旦待って。次もう一回。ここ狩人がだいぶね、活躍してくれる。あいつはいけるね。問題はこっち側だ。じゃあ。もう、ようやく、もう、終わった気がする。家じゃなくて、港。港でも、最初置いたとして、2、3、3くらいでしょ。まあでも、コスト的には安いのか。
で、そっから4、6。空はもうどうしようもないから、ここで7あればね、確定で開けたかったけど。これ最初のお金これダメだな、多分。もうダメな気がするんだけど。砂漠マップならどんでん返しは、ちょっと期待できないね。あんま関係ないか。いや、え、よし、いけいけいけ。あいつフェイクばっかするんだけど。さあ今回つやな、壁塔、まあ塔だね、主に。ちょっとこれでここはもうこれ以外の選択じゃない。自分ではない。そして自分の力今回はほぼ機能しないだろうと。ここ、港が破壊されるかどうかだよね。まあ、右上の方ならあんま狙われんか。まあ、家はこっから上がっていくから、港を行ってなんとかここでしのぎきる方向だね。この港をすぐ壊されるけど、とにかくちょっと収益力を上げないと。で、まあちょっとは。さあクロスボウに対してね、うちの狩りと効かないんですから。いやちょっとクロスボウ強すぎるよ。まあ、騎士だね、そこに対して対策が。騎士だと、ボス戦の時に微妙な気がするから、難しくて。これ港が、うちの港が。これリトライですね。できたらもう1、2ラウンド早く拠点を進化させたいけど、あるいはで最初からどこにでも建物を置けるやつ入れるか。どれも厳しいですね。降伏しよう、降伏。敵が1落とせばこっから2入るからまた増やせる。塔を強化してあるからこれで十分。今日違うとこ行ってもよかったと思うけど、まあまあまあ、これでここに港を置くのも案外ね。で45、さっきのクラスと危ないのでこうですね。一つめちゃくちゃな懸念点がありますけど、今あっち1個置かなくてよかったな。その分こっち側に持ってきて置くべきだったか。こいつが来る以上、港はねやっぱどうしてもリスク資産すぎるから左の方にあるよね。でもそれがウェーブ的に結構厳しそうで、塔がお金を目は一番早いですけど、安定的な立ち回り、この港を核にして。でこれが一つの難点だったんですが、なんだろう、どうせこれ置けないしな。置くか、まあ狙いはしないでしょう。ここの港の2つの強化で持っていくみたいな。4まで行けばだいぶでかいですけど、 3なんでね、コスト的に言うと。いや、ここは守備にかな、行くか。で、ここから打ったらすごいいいおとりにはなるんだけど。絶望だね。
最大強化までしないからあんまり1回でもしたいけど7とりあえず1回り強化すればいい気はするな。港を絶対守んないよ。いよいよ次右でしょ。まあ守れねえよ何もないと。これでここだな、ここに港をリスキーすぎるけど。で245で、まあ、これマックスですよね。でここで、まあ、生み出されないか。あ、その感じで撃てるなら全然、まあ、本拠地しかもうないからそのルート上には。これが死ぬかどうかの話なんで大丈夫ですね。あまりにも無防備だけど、だここの調整なんかもっと先な気がするよね。さあここ鬼門です。強化することもできるがここで強化したところで意味はない。守らなければならないと。ここから撃ってまでも一方的にクロスボウ減らせる可能性があるけど、まあ別にここの辺でも変わんないからより誘引する。あでもいやこれに行っといても変わんないわ変わんないことはないんですけど、変わんないです。右に港を置く位置があればよかったですけど、港メインで変わんないそこも。うわ衝撃が今起きましたね。敵のクロスボウでクロスボウ、マジでなんか対クロスボウなんかないのかな。まだだいぶマシだいぶマシよ。でクロスボウが打ってる分にとして先にクロスボウを倒せば兵器はね潰せるから、あこれはもう終わったね。なんとか早く倍速に倍速に押してほしいな。被害は1、港はしっかりと。ここで、ね、強化なしというすごい狂気。でもヘビやるならこれしかないな。強化が必然的に遅れちゃうから今できますけど、だ強化しないと、まあ、こう塔とか置けるけど壁を置けないってことですね。つまり8と30かなんとかなるかな上げて壁、まあ上げて壁が理想か。まあそしたらおおむね負ける方法はないと。あるいは3つ置くかいやまあ壁とりあえず強化しよう。壁が置けないの待ってます。さあこれ対象ロックオンすると全てのダメージ減から 50% 増加する。あこれ面白いな。もう家なんて置かないから。これ港じゃない？まさか足んないか。全然予想以上に足りないですね。あれ足りなかった。壁壁も足りなかったです。そしてロックオンっていうのはカーソルで合わせればいいのかな。ロックオンとはですね、あでもロックオンしてるか。それっぽいカーソルが、あらあらあら。で、こいつら多いな、マジで。やばいぞ、やばいやばい、港が。うちの収入源が。この1エブ5は大きい。やばい、連れてきちゃう、連れてきちゃう。壁が置けなかったのが痛い。てか。ここでやられちゃうか。これ狩りいいと
狩人をやりとうがいいわけですよね。お金がなさすぎるな。これは？お、港がより多くの漁船を収容できて、体制も、お、これはでも強化的なことか。さあ、今回のスノーフォールはね、めちゃくちゃ気になる能力があるんで、それをね、使っていこうかなと。さあ、ここに、ここに。さあ、またヘビーですが、と。さあ、このロング棒に、ガラスの大砲、ダメージが大幅に増えるけど、ヘルスポイント減る。まあでも弓だから大丈夫っていうところで、試してみたいなと。で、とうとう、壁上げて、もう1ポイント欲しいですよね。まあでもお金ないパターンだとあれか。建築家の表記がいるか。壁と、塔を強くして耐え切るか。な、こうですかね。攻撃力でしのぎ切るみたいな。スタートのお金増やす的な。やつがあれば、それでヘビを無力化できるけど。あ、ここは最初に壁も置けるんだね。前回言った最終マップはね、もう壁置かしてくんなかったんで、その点が大幅に違いますね。さあ、弊社置いてもいいと。まあ、ここと手堅く、いいかな。で、途中の強化もダメージに振れば、相当な、うん、そうだね、足んない足んない。どんだけ食らうんだろう、こっちは。あれもお金結構落ちるよ、今の。あれついてるよね。最終でプラスだよね、確か。まあでも3しかないか、それでも。さあ、これもう、これだ。改良型のやつ。お金にしないと。3発か。元はじゃあ4か5とかなのかな？いや、これくらい2発でいけるかなっていうね。まあ、これだと比べればかなり火力は出てるか。うん、強いけど。さあ、あれ 2体でしたから、まあまあそれくらいなら。さあ、とうじゃあここだと畑を守るように置きたいから、あ、ここがある。ここは最前線。あいつの攻撃一撃で殺されそうだな。もともと火力高い敵の攻撃は警戒だね。やはりお金は少ないね。さあ、弓か。弓大佐が弓。畑も置きたいな。まあ、いいか。これなら家かな。で、多分次のラウンドで壁かな。次かその次か。弓は2発。で、こっちに関しては1発。あ、でもこんなもんか。全然ワンショットで死ぬわけじゃないから大丈夫だね。さあ、これこれ、ここが問題です。畑と家で、次空が来るはずだから弓かな。
あんまこっち見向きしないね。まあまあギリ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 、壁がなければ終わってた。20-20か。いや、ここで強化しとく方が。で、ダメージ 100% アップで、この、暗殺の訓練、微妙な気がするから、こっちかな。弓だと特に近接なんで使いづらくて、HP 上げた方が、緊急時にはいけそう。これ、この近接2発でしょ。これ固定砲台化しよう。多少は弓受けれますから。いた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 。畑がやられるうちの、いたいたいた。危ない危ない。畑はしょうがない。あ、ギリギリ一発じゃないんだね。波がなくてもこれやられててもお金入るけど、1日やっぱ2しか入ってこないね。あんだけ40体倒して2なので、もう知れてます。いや、ここにもっとおとり壁があれば守れるか。あの空2つの塔でいけるはず。やっぱ蛇無力化する何かがありそうだよね。そっ、お金に落ちて。蛇の効果落ちづらくなるですけど、最初に2落ちて以降出ないから、なんかもう1回2しか落ちないみたいな、そういう意味なんですかね。もう割合とかじゃなくて、何があっても2しか落ちないから。ある程度何でも置けるけど、お金がないから何にもあんま置けない。弊社を2つ作るか。そうしよう。ここが狩人ですね。畑、あいつは潰してくるかな。収入系畑かね、悩ましいですけど。家畑か、まあ、畑置いて強化した場合、壊されたら何にもなんないから、基礎的収入を増やしつつ。4ね。畑は収入で使うことがもうほぼね想定されてないから、このゲームは。ここには風よけ、これね、置くとかしかないね。いいよ、壁に向かう分はこのまま。さあ、また来た。よし、2つ守ったぞ。次は前方から空。これまあいけそう。この巨大イマンが大変そう。
対弓で行こうかな。まあ、狩人たちが魔物を倒すから、手堅く。あ、でもそうだ、バーサークいたね。わ、これ行ってみる、ちょっと。ってなると強化して指揮官つけたくなってくるな。塔1個。まあまあ、守る。あ、でも前線にも置きたいかな。2つの塔区か、家を4軒置くか。4軒、3軒だね。家を3軒置こう。さあ、他のとこは勝てるはずなんで、正面を。いや、バーサークはこいつに強いんでしょ。あ、いい火力だ。ちょっと殺されそうなんで、一、二撃でやられそうだから、近づけないですね。ほら。一旦行ってみようか。まあ、そんな。もうちょっとお金落ちるんじゃない？今、3くらい落ちてない？お、一撃。一撃です。これじゃ固定放題だ、ちゃんと。あと畑が、例年並みにね、破壊されてますね。ビッグマン、全方位から3方位、来るので、さあどうしようか。まあ、どうしよっかな。バーサークオンリーで行くか。ここは。まだ、ね、こっち上げればいいかな。それなら。でも8か。それなら。で、ここロング棒でいいですね。20枚。だ、これは騎士か、バーサーク。他の交代機やホイニット狙いますだもんね。騎士とのシナジーで行ってもらうか。ね、壁置いても多分来るから関係なくて、それなら、塔を増設した方が。兵舎守んないといけないからここで戦って、いよいよバーサークロングボウ、多分単純な1対1もうちの方が圧倒的に強いはず。バーサークを倒しますからね、こっちは。物近づいたり一撃なんで体力あんまり意味なかった。 そういう結果ね、こっちに関しては。よし、あれで一手打ち取ったわ。下が壊滅してる。畑にだけは手を出させんぞ。よし、オッケー。ロングもいいね。騎士ワーサーク相性が多分相当いいはず。正面から30と50。もう薄壁1枚 作っとこうかな、じゃあ。こっちは、まあ許可しないからね。幕張でいいや。さあ、10枚は決まってます、バーサーク。このヘビモードは、序盤を切り抜けたらなんとかなるけど、割と。まあ、自利品ならしんどいけど、それでも。本来ここで本拠地強化とか住んでるはずなんで、全然、足りないと思うんですけど。弓が多い、弓が。
痛い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 。まあ、髪の裏から打ってくるとりあえず。あんだけ置いてフレイルとかなんだけど、あの騎士が頑張れば。お金3枚。そこは騎士の活躍。いやーちょっとマシです。あれこれは最終の1個前じゃん。もうやば。え、もうこれ収入しかないね。最終に期待するんであれば破壊され、まあこれは絶対守れるから。まあ畑は1で1だからね次につな、まあがらんか。ここの塔は強化案件ですよね。まあでも上げたとって多分潰されるか、カタパルトに。ここもではやめとこう。意味をなさないはずです、あんなところは。よし、とりあえずここで側だけ完成したね。ロングボードが来ても変わんないから進めて。この後に待ってんのが対戦フェーズね。ここに向けた最後の収入フェーズなんだろうけど、こっちの5はまあロングも動く、こっちの15が我が軍を蝕むはず。いや、とうな、あんまりお経さんがなく、ロング棒の数は重要だね。本拠地を上げられなかったと。まあ、上げたけど、上げてその強化先はどうせできないから、まあ、とう、5をその次上げるとか絶対無理なんで、あまり関係はないですかね。7だと。塔2個作れる場所があれば作れるけど、もうないので、どっか1個の塔を強化する。あ、いや、ここね、ここに置いたとてね、4残しでは何もできないね。カタパルトがある以上、この辺上げたとって多分相当狙われて破壊されるだけで、ここだな。よし、正解そこだ。ほら、一撃マンが来る。危ねえ。はい、いよいよ、ナイスナイスナイス。バーサークいいね。こんな前出るんだ、ハリードって殺されに行ってるようなもんですけど。上ね、上、そらここ早めに終わらせると他のとこに味方の軍を送らないといけないと。あの畑は小鳥にもならんな。よっしゃ、強っとんでもないよ。アンサッチでよかったかもしれないですね。思ったより、まあでも上げてどうせ一撃だもんね。上げてなかったら他のやつの一撃でしょうかもしれないから、このガラスの大砲で上げるこの火力ね、なかなか難しいところ。任せろ、行くわ。まずまずの本気がいつの間にか、どっからこれ、上かな、右上か。さあ今回番外編としてね、過去2回私を苦しめてるヘビ対策をしていこうかなと。まあこの最終マップでもこのマップでもこのヘビ神へのね挑戦ができてなくて、
この E ですね、これをクリアしたいんですけど、まあ得点を先に行った方がいいのかなみたいな悩んでるとこですが、ちょっとね今回はちょ方法の転換ですね、してやってみようじゃないかと。でエリート戦士っていうの気になるのでこれは行きたいんですけど、なんとかねこの建築家の評議会なしで行ければでかいなって思ってるんで、これをどうにかして入れていきたいと。じゃあガラスの大砲やり、そしてタワーの強化、これかなと。まあ、壁と塔の強化もしたいですけど、このエリート戦士部隊が前線で戦うことでどうにかできればな、中盤以降は。最初塔か、あるいはこっちね、もういいんですけど。まずここでちょっと行ってみるか。あと自分の回復関係とかもあった方がいいと思いますが、まさか得点不足ですね。そうだね。まあ、自分だけで行くなら神々のローションだけど。さあ。これで、いつも畑置かないんですけど、このマップなら畑で行っちゃおうじゃないかと。これ5で払える分で3入ってくるんで、家だと4で2なので、一応こっちの方が効率がいい。レベルアップした時の効果も上がるので、畑の方がいいはずだと。槍はこのように引きながらね、戦って。で、ここで5でしょ？で、同様のことをまた、ここが重要だと思うんですよね。畑こっちかな。破壊されづらい。これもこっちあれか。前線でしか戦えないから、ちょっと控えめなこっちかな。だから塔がないと、次壊されるんで、ここよ。で、ひたすら収入関係のみにして。これ守りきれば6入ってくると。で、次に強化ができるんで、あ、今閉まったな。わっ、あとちょっとなのに閉まった。さあ、まず最初はね、壁も家も置かないで、この一番シンプルに稼げる畑、まあ強化した時にこれを置いていくと。誰守る時に塔がね絶対役に立つはずだから、ここでいけるとして、で2は確定入ってくるから、これでもう一軒作れるぞと。で、どっちがいいかな。こっち、破壊されるかな。これもう一個作れれば6入ってくるんで、ちょ、なんとか、ここに作って、同様に。で、スタートがね、肝心なので、ここね、なになになんで今死んだ？さあ、これ最初がね、肝心です。最初5なんで、畑がね、一番効いてくるわけで、これどう守るかですね。ここはまあ余裕かなと。3発4発で死ぬのか。で、ここの畑を守ることができれば、6の収入に期待ができると。
で近すぎずでもダメージ与えれないような状況でなく、さあこうね守って、で、あいつは無視してくるから強化することもできるし、また畑をこともできるけど、ここは強化かな。これうまくできれば頼むぞ、俺にかかってる俺に絶対に。ここで先に死んだら俺ね、槍はこいつに超強いんで。あーしまった、体力が低すぎる、ちょっと、いやー塔がないから、いやーちょっと行かしてくれ。まあ1ならまだまだまだ警備警備警備で、前にあいつにやられてるからね、モンスターに。今のも同様に明らかに死が死が近そうだったぞと。火はねちょっと今回まだやめとこうかな。怒と騎士を前線に置いておこうかな。どの辺ならいいんだろう。ここここもうあれ死んだ、あいつは塔で守るか、もう一部隊作るか。いやで待ってよ、あと2箇所くんのか。何がいいかな、部隊なら騎士か槍か。ああいう感じで守るとして、ここ塔か、ここ塔だな。いや2やればなんか置けたんですけど、やべ死にたくない死にたくない。いやー無理無理無理ちょっと死んじゃうそれ。これが一番いいかなって思って、あでもナイスナイスナイス、塔が強いぞ。いやこっち流れるかなって思ったけど、これなら別に頑張らなくてよかった。お前ら帰ってこいそうなるんだね。まあそうか、置いてるもんね。でここがね一つ運命的なとこなんですけど、前すぎてもダメだったな。10か。壁を置く、畑を置くかな。4。どうでしょう。あ、これ強化してもいいか。あ、で、残りじゃあ置いて。じゃあそこ守んないといけないのか。逆だった気するな、こっちの方が良かったかもしんない。ここでも死んだらな死んだら大変なことになっちゃうね。ちょっとラスト一発任せろ。一発当てるを繰り返そう。オッケー、ごめんなごめんな。あーなるほど、いや行くしかないでしょ11ね。次空来るときにあいつらだとやられちゃうから、ここら辺に必然的にいるんですけど、
ここは畑がマストで、何がいたら楽か。騎士かな、槍欲しいけど自分が槍として頑張るか。あれ20、28点はできないね。下手な塔は別に今いらないから、まあ置けないし。舞台と内政かな、じゃあ。悩ましいな。まあ、最前線バーサークがいいかなって思ってるんで、まあ、騎士にするか。まあ、対弓で想定して。で、あれって次壊れるようにあるかな？多分ないよね。まあ、次というか今回だな、どっちかっていうと。で、難しいのが、まあ、人数で劣ってるんで、あのエリート部隊の活躍だよね。こいつの体力も倍にしてほしいね。ちょっとね、どうしよう、あんまり前に出ないで。私こそが最終防衛ラインで、こう攻撃的を。何？何し？一撃で殺されるんだけど。いや、無理無理無理。いや、あれか、連続で2回くらいやるってやられてるのか。やめて、もう殺される、はめられてるよ。クロスボウも強いな。あれ相当いいね、弓。よし、騎士は遅いな。これダメだね。復活うん、期待できないね。期待できないといなくね。ああ、いたんだ、まだ前線に。なるほど、じゃあ復活してましたね。してあれだったのか。さあ、ここが、重要なとこです。クロスボウっても撃ってはするか、一応。まあこいつらがメインだね。ここに置けばやれるはず。あとは家だね。だこの畑の最初の強化をすれば、この蛇でもやっぱいけますね。ちょっと今回それをね、試したかったんですけど、だからプレイヤーの負担がでかくなってるな。戦略もないじゃんね。どこに部隊を置くのか。もう槍投げろ、槍上に掲げろ。畑を絶対に。やべ、下の方から。ナイス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 。オッケー、ちょっと食らっただけだね。これでめっちゃ入ってくるから。このマップだとこれがマスト。あれ、来ました、地獄。いや、でも、下の30が問題か。どうしようか。ここら辺に置いとくか。槍じゃないからね。でさっきのからすると弓部隊が何なら減ってるんでしたが、はこんないらないかもしれないな。ただね、どこに置けばいいんだろう。わかんないんだよな。この辺かな。で、あと1、足りなかった。強化が。できないので。畑か。まあ、破壊は、こっからされるリスク高まってくるんですよね。ただ。舞台増やすか。どこに置こっかなぐらいの
下はなんかいけそうな気がする、あれだけで。追ってくれんかな、止まってくれんか、そもそも。いや、これ下にこいつら置いて弓持ってくるか。こうだね。で、あとは家でいいや。畑と悩んだけど、4なら。よし、絶対守りたいのは畑。下は多分大丈夫なはず。全然防衛はないけど。漏れた敵を撃とう。いやー、死んじゃうな、もう気づいたら死んでる。あともいいんじゃないかな。下は？いや、無理そうだ。当たんない距離感で。2人か同時に攻撃されたら死ぬんでそこら辺、うわあ、さあこれ空だ、空。何人前にいたら潰せるんだ。23だとギリ部隊が出せないね。ここが問題で、一つので、下から来る10人、あれも問題ですよね。ここから来るやつ、で巨大が5人。なるほど。でもうこいつらしかいないか。塔の強化か、攻撃力アップ。各拠点も自分、あ、部隊の強化みたいな意味合いか。絶対あれ守れんよあっち側100守れないけど、まだどうせ内緒守れないか。いや、あげちゃおう。で、キャラクター HP が 150% になります。何 150% になるの1.5 倍ってことですか。いやー、指揮官の方がいいかな。まあ、ここに置くけど、こっち側も何もできないから、あっちが多いよね多分、数に対して。1人一人連れて、1人。で、まあ歩兵は全部あそこにぶつけるしかないから、これで戦況を見て。でも一撃でしょ。あー、無理か。じゃあ無理だ。想定よりだいぶ悪い。いや、これ連れてけたな。しまった。まだ。いや、ま、耐えれるか。耐えれるな。下行っちゃってる。あ、まあ、全然。指揮官を使いに行くか、じゃあ。回復するんでしょ、これで。重すぎて分かんないのかな。お金はね、通常並みに入ってますね。強化ももう済んでるし、前よりもだいぶいい。だ、ここの強化はマスト。
今じゃないけど前の敗北要因からすればここが何なのかだよね。もう体力の差を生かして前線から戦うしかないと思うんですよね、我々の方法としては。どこが一番うざいんだ俺は。上と下か、あっち側はまあなんとか努力でじゃまだお金は使わないでおこう。どう割るかだね。で弊社使えば一箇所封じれるはずなんで、左上潰すか。じゃあで騎士をまた半々に分けて、その毎度のポジションね、固定はできないけど、その固定もできますよ設定では。固定じゃ無理だね、この調整だね。溶かせんのがきついのかな。こっちか、こっちやな。この正面はなんとかなると思う。で、こちらまず兵舎を置きます。バーサーク、ちょっとこの辺試したいもんね。あと、ヒアか。ヒア試すのか。怖いな。8にして、こことここヒアで潰すみたいなことだよね、将来的には。なるほど。これ畑多分大丈夫だよね。畑作るか。先にあげちゃおっかな。いやどうせ最終部前のしょぼいフェーズがあるから。で38、うわすごっ、これじゃん。さあどこに加入するべきか。まあ下が一番、ここが一番やばいね。他がまあまともに見えるから。雑魚をまず潰せるにして、巨大なやつできた時にはここが一番強いはずだから、それまでの戦い。でもな、一撃やめてよそれもう。低すぎるって、ガラスすぎるって。あげんとダメなんだな。でもあげるタイミングが、よしよしよし、違うけど、まあ負けないでしょ。2人がこうババっていったら死ぬ。そういうゲームになっちゃってます今ね。 OK、 いや攻略してしまおうとしてますね。攻略って基本つまんないんですけど。大軍、おっしゃ、大軍対大軍だ。もう全軍そこよ。守ってるだけじゃノーじゃないですから、攻めないと。撃って出ましょう全軍。私は死ぬんで、指揮官一撃で死ぬんでね。もうあの馬上のやつを撃ち落とせってあれば死にますから、すぐに。その程度の存在なんでね。さあこれ畑をここ上げるべきだな、確実に。畑死ぬほど強いですね。もう死んでます。ここ悩むな。ヒアが一番まともな気がする。特に、カタパルティ戦においてはね。4-4で分かれるか、最終戦の配置の考えもしなければならないとこで。これちょっと壁に張り付かせないと。もし破られたとしてもね。待ってよ、これクロスボウ増やせんじゃないか。いやー、足んない。いや、足んないね。
そうです、分かってますよ。先に申告したんで今ね、ちゃんと足りないことについては。お前ら引くなよ。引いたものを殺す。それくらいの厳しさでもって。まあまあ、何しても変わらんでしょ、こうなったら。まあでも、一箇所くらいカタパルトにしとくとか、そういった手は必要ですよね。もう家なんてもゴミみたいなもんですから。よし、お前ら。撃ち漏らすなよ。槍部隊がいない分、私がね、この負担を担ってます。一人槍部隊。よし、いやもう痛くねー。おーよし作戦勢いで、ここのフェーズを無傷で絶対勝てるから40、50、50ある50。ここカタパルト対策しちゃって、ここ潰すのが一番いい。敵の体力上がってないから、その点はいいわけで。ここまあこのフェーズじゃないけど。で、畑はもうないもんね。家、1とか上げたとて、何が起こるんですかっていうところで。で、2払って1来て、で、ここでしょ？で、次のヘルないから家は置く価値が全くない。マイナス。で、前の突破の原因ここなんで、先に潰しちゃって。今回はまあ、いいか。適当なんでもいいや。どっちなんだ、重要なのは。こっちかな。まあ、こっちでいいか。これ、しまったな。これ、騎士じゃなかったですね。選択を完全に間違えた。矢にするべきだった。序盤の苦しさのせいでね。でも序盤、クロスボウが弓に強いからそもそもそうか。やんなくてよかったんだ。致命的なミス。これが最終戦響いたらまた負ける。で、カタパルト対策なんですけど、ここのカタパルトは、俺が潰すっていう前提に立って、で空に関しては5体でしょ？で15。だこっちが問題か、やや。でこれがすごい大問題と思えないから、ちょ控えめな位置にいて。でも畑なんて別にぶっ壊されてもいいんで、問題は本拠地に抜けられるかどうかの話で。それは守れるはずだと、さすがに。6か、正面だな、問題は。でも、雑魚が湧いてくるから、それを潰しには行くけど。一旦、ちょっと、2人だけだけど、来てもらって。問題、この巨人とカタパルトで、ここは航空巨人いないからカタパルトをこれで潰していく予定ですね。で、上に4人乗せちゃおう。結構これ届くんで、この辺かな。で、上からはカタパルトなんで、あの舞台で多分やれるだろうというところで、全機種をこっちに向けよう。だ、引き目がいないからな。お前らちょっと控えめでいいんじゃない？で、残りのヒアですけど、いや、こっち明らかにムーブになっちゃうな。クロスボウも、ちょっと置くか。4クロスボウとか前で、とかくらいでいいか。置いて。で、ここの2は、まあ、なんの、対策にはなんないけど、ちょっと置いて。あれ、15、なんとかなるかな？なんとかなるか。
1で1で置かなくていいんじゃないかぐらいな感じですけど、これは多分打てるんで、問題正面だな。いや、正面が一番きつい敵が多いから、このちょっと過剰目に置いてね。次、指揮官のポジショニングですね。ポジショニング理論、だいぶ大事。で、最後の壁が持てばとりあえずはいけるかなって感じで、前ここから破られてたんで、そもそも前線の壁がどうこうとかではなかった感じがするので、騎士増やすか。これ騎士増やせばでかいか。あと19か。あいつは対策で塔を増やすみたいなとこも検討できるけど、強化ね。あと、ま、前方でもカタパルトは、舞台でいけるかよっぽど。確率増えますか。あの二人あそこでいいや。明らかにやばいのはここですね。さあ、左、あの上は無視しましょう。で、下とかもどうしようもないんで、この辺の拠点の守備しか期待ができないので、我関せずですね。儲けんかな。壁は、もう仕方ないという次元で。3のコンの絵だな。まだ何にも置けないし、多分5大丈夫。潰せる。15、1人と。多分潰せる。正面いけるはず。うちいけるはず、いけるはず。正面、ヒア。ちょっとクロスボ持ってこうかな。おいおい。多分大丈夫だと思うんですけど、よっぽどね。だこっち寄りにいさせようかな。はい、行きましょう。お、あった、そういえば。思い出した。よかった、今、たまたまね、始めようと思ったら、そこで。で、私は矢引き、わー、ちょちょ、こっち来ないで、こっち来ないで。やばいやばい、右が、めっちゃ手薄になってる。多い気するけど。戻った、あ、戻ってくよし、や。で、多分大丈夫です。畑が壊されるぐらい。やばいな。いや、大丈夫。いや、曖昧なことはしない、もう。自分のポジション信じよう。バリスタがね、威嚇射撃。じゃあ全局面勝ってるよ。畑、まあまあまあ、あれは見せかけですから。ここだ、ここ。あ、ここの空か。いや、死ぬ。まあまあ、もうまだしょぼい壁が狙われてるだけ。全軍の撤退に終わったんじゃねえ、これ。あ、まだまだ。あ、最後確か正面から来たのかな。戦況見よ、戦況。あそこないからもうヒアはもうないですけど、ヒアがなんか微妙ですね。あえて使うまでもない気がして。やっぱ正面か。正面は対策済みだ。我がセーバーサーク部隊が諸君らを壊滅させていく。ロー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 ちょっと前線出ただけね。重傷重傷。さあ、いけました。ちょっとね、前回前々回のね、見返して、まあ、ちょっと分析をしまして、畑しかないんじゃないかなと。